ハロー YouTube ニーハオヨークワン林中です。ですね、今日もですね、日中を股にかけた、摩訶不思議バイリンガルの僕が皆様にね、中華ニュースをお届けしようと思います。中華知らずは世界の3分の1を知らない、そして日本のマスコミは本当に、偏向報道ばかりなので、皆さんぜひチャンネル登録をして、中華ニュースを追ってみてください。はい、ツイッターの方もね、フォローしていただけると細かいニュースバンバン流していきますので、おすすめです。はい、今日の、ニュースなんですけどもね、またあの卵の殻、ダンク、こういう卵の殻アパートっていう長期、また貸し、仲介業者のことなんですけどもね、結構大きな会社で、ナスダックにも上場してて、経営は破綻してるんですけども、なぜかね、最後のゲームでね、この、ナスダックでのその、アメリカの株式市場での、株が、ね、一瞬暴騰したっていう、そういう会社なんですけども、ちょっとね、動画を見ていきましょう。はい。これがですね、デモしてるとこですね。この卵の殻、アパートに、こういうふうにね、金返せってこうやって、デモしてくる。これ多分借り手も大家もね、両方入ってると思う。で、これが、お金が入らなくなって、大家もね、大家は金払ってない。で、借り手はお金払ったよと仲介業者にね。それでね、大家がね、家の中まで攻め込んできて、お前ら出ていけってこう、やっている動画ですね。これはですね、もうナイフ持ってね、大家に出ていけってこうやって脅してます。私たちはもうお金を払ったんだって、そういうふうに言ってね、騒いでる、ところなんですよね。はい、両方ともね、困っている、感じですね。最後ね、これね、多分ね、飛び降りようとしているところですね。お金がなくてね、追い込まれてね。そんなわけでね、借り手もその大家の方も両方困ってるわけなんですよね。借り手はもうローン組んでまで、家賃を支払ったんですよね。で、それで貸してる方はお金が家賃が入ってこなくなったと。それでね、自分もね、住宅ローンを払わなくちゃいけないんで、非常に困っているっていう、状況に、なっているんですよね。で、なんでね、このような状況になっているかっていうと、まずね、皆さん、多分ポンジスキームって経済詳しい人だったら知ってると思うんですよね。投資家からお金を集めて、高配当しますよという商売なんですけども、実はね、高配当してるんだけども、その、高配当してるお金は、次の投資家からもらったお金をその前の投資家に高配当して、それでね、表面的に信用度を高めていって、それをどんどん繰り返していって、拡大していくみたいな、そういった商売ですね。これをポンジスキームっていうんですけども、なんでね、この中国国内でね、ポンジスキーム、この前もね、P2P の破綻とかね、そんなことが起こったんですけども、なんでこういったポンジスキームが起きやすいかっていうとね、中国のね、中国語でね、普通に MR って言ってるのは、英語でも MR で、日本語でも多分 M2 とか言ってると思うんですけども、だから、人民元 の、 キャッシュの流通量ですね、キャッシュの流通量がですね、大体ですね、216、万億、この万億っていうのは兆っていう意味ですね、216兆、人民元も流通しているんですよね。これね、大体ね、日本円にして、340億円とかね、そんな感じになっちゃうと思うんですけども、大体ですね、中国の今の GDP の、2倍以上なんですよね。で、めちゃめちゃインフレが起こりやすい状態になってるんですけども、今ね、もう各業界がね、飽和状態なんですよね。不動産高騰して、住宅ローンに収入の7割取られて、消費が落ち込んで、各業界飽和状態で、例えばね、製造業なんかで、大体ね、もう 5% もね、儲けたらいい方なんですよね。で、それでね、みんな手この手で、高利率でね、周りを誘惑して、結局ポンジスキームやっちゃうわけなんですよ、自転車操業でね。で、それで、いろんなね、
まあ、まあこの卵の殻だったら、まあ、我が企業はどんどん拡大していってますよっつって、どんどんね、投資を、募っていくわけなんですよね。それでね、まあ、キャッシュフローが、最大の時に消えてるんじゃないかっていう、そういう話なんですよね。だから、今回ね、この卵の殻の破綻のせいで、だいたいね、40万個の、だから、マンションがですね、だから被害被ったんですよ。大家さんも、借り手もね、大家さんは住宅ローン払えなくなる、借り手はね、もうまあ、だから お金借りて、ローン組んで家賃1年分支払ったのに、住むとかがなくなると、そういった悲惨な状況になってるんですよね。だからその、まあ、ポンジスキームがね、流行る、背景にはね、こういった構造がね、最初からあるんですよね。まあ、みんなね、もう今どこでお金を稼いでいいかこう分かんなくなってきたと。でそれでなんかこういうポンジスキームでね、ぐる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 、回すような商売がね、流行ってるっていう感じになってきていますね。はい、今日のねこの動画がいいなと思っていただけた方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それとね、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。再见。